こんにちは、スイッチマンです。それでは第10話始めていきます。前回は忍者に横取りされてイラッとしましたが、気持ちを切り替えていきます。インターミッションでは特に何もしません。今回はオーラバトラーとの戦いですね。マスターも登場しますので、その強さを堪能したいと思います。それでは始めていきます。ガラリア、聞こえるか？ここは地上だ。人間の住むところだ。ここで戦うと地上の人々を傷つける。それではスタートです。ガラリアをステージクリアまで生かしておくと仲間になります。いらないけど特殊技能もらえるから生かしときます。ショーのダンバインはガンドール隊がやってくるまで逃げときます。最初は倒そうかと悩みましたが、やめときました。戦艦に入れとけば援護防御とかもしてくれるし、いないよりはマシでしょうから。では、5ターン以内に終わらせたいので、急ぎます。初期配置の敵をある程度倒すと、敵増援がやってくるので、増援が来るであろうと思われるところに向かいます。いけるぞ！おーっと、ブーメラン！やるな。じゃえ。アイビーはその程度じゃ落とせないぜ。射撃は苦手なんだがな。死の者言っていられんか。ただと。凌介はクリティカルアップの機能を後付けしてるので、よくクリティカルが出ます。序盤は熱血がないので、このクリティカルは結構助かります。この辺の敵はバーニー一人に任せておきます。バーニーには強運スキルでいっぱい稼いでいただきます。そこね、せーの、いっけー。
相変わらず可愛らしい声しとるがな。嫁さんが声優さんとかだったら色々できそうで面白そうだな。あります。少なくとも私にはあります。なので、ランバには叫び続けてもらいます。落ちろって言ってんだよ！やっちゃえ！この先、確かバイストンウェルルートに進むと、ビルバインが早くもらえるんだったかな。以前やった時はバイストンウェルルートだったんで、今回は地上ルートに行こうと思ってます。あんまりオーラバトラーを使った記憶がないんですよね。暑苦しいのと、なんやかんやが現れました。マスターたちの近くの敵は、マスターたちに始末してもらいます。アインストシリーズも、バーニーに任せとけば大丈夫でしょう。マスターは一人だけ、レベルが偉いことになってます。強いけど、手加減してんのかな？ほれほれ、もっとよく狙わんか！いやー！リュウハ！東方腐敗！十二王腐敗！大車輪！手加減はせんでよかよ。2機もミリ残しされるとは思いませなんだなぁ。とりあえずマスターが残した分を弟子が始末していきます。
ビームソードよりも、殴った分の方のダメージがでかそうです。行くぞ。このマスターガンダムを前に隙を見せるとは。ダークネス。やられただと。マスターガンダムかっこいいな。今回はマスターを仲間にするルートに行こうかな。ノーベルフラップ。どうするか悩みますが、ルート選択がわけわからんようになるので、注意して進めていきたいと思います。エネルギー充填 100%、ガンドオール砲、発射。なかなかレベルも上がりませんね。もらえる経験値が少ないです。そこそこレベル差はあるんですけどね。いけるか。乗れた。たったの149しかもらえません。いくぜ、せーの、ブレストファイヤードミナは頑張り屋さんなんで、気力120になれば、オートで努力がかかるんですが、120まで上げるのもなかなかどうして。この戦い、負けられないので。5ターンとかで終わらせると、気力上がる前に終わっちゃいます。弱点は、どうだ？ブーストナックル！いや、飛ばします。ガンバはこれからも飛ばします。だいぶ片付きました。
マスターの近くの敵は強化パーツを落とすんでしたが、撤退しちゃいました。確かリペアキットとかだったんで諦めます。ではあとは反撃で倒していくだけですね。これで片付きました。ガラリアを仲間にするとこのスキルがもらえます。特殊技能レベルプラス1はゼニーにつけときます。集中力は団塊王チームの誰かにつけときます。
工事のコミュニケーション能力の高さには脱帽です。まもなくプロトタイプが完成する。とうとう実現するのですね、お兄様の夢が。いや、もはや夢ではない。あれを戦線に投入し、戦況を、この戦局を一変させてやる。私、お兄様のお力になりたい。うん、お前がいてくれるなら心強い。いけない、お兄様、そろそろお薬の時間じゃなくて。Thank you.
断崖王が抜けちゃいました。それにしても長い紙芝居でした。断崖王が抜けちゃったので火力がダウンしちゃいますね。そろそろブルーガーの強化が必要かな。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。